あそこまでの短歌を切っておきながら今更後悔するのか、久子。あなたいつの間に味方になったの？俺の名は吉高。人類で唯一地上の記憶を持つ男。へぇー。あたくっそ。あ、え？唯一記憶を消せなかった男がいた。今回の通信は多分だがその男だろう。次はどないしましょう。ネクスト浅草ね。はい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 。急に下町に行くんだね。じゃあなんか人類が地上に出てきたような兵器は浅草に今いるってことか。なんで浅草なの？それちょっと教えてほしい。やってくれるかな。うわ、通信悪。渋谷のみんなやられたね、これ多分ね、渋谷やられたね。ずっと綱足だよ、これ。あの都庁から現れた化け物に全員殺されちまったね、多分ね。久子のせいで、久子は地上を取り戻すなんて言ったから。そんなのでも分かんないからね、そんな地上にこんなのあるなんてね。機械生物の勢力を見誤った。そうだね。あそこまでの短歌を切っておきながら今更後悔するのか、久子。あなたいつの間に味方になったの？あ、ドリスコルか。全然グレゴリーじゃなかったわ。渋谷の地上に大勢の人間があるということでドリスコルは起動した。人の前で十分な努力を確保したドリスコルは地下に住む人間を想像するの活動をやめないだろう。あら。あらあらあら、やばいねー。おい、機械人形、これ以上ひさく追い込むんじゃねえ。こんなことならこのポンコツ都庁に置いてくればよかったぜ。私の名前、型番 597-27-31。 通称の名はフォー。機械人形にも名前があったのね。終焉戦争以前に人間が私にくれたなら、フォー教えて。ひさくたちはもう地上にも地下にも。あ、どこから通信が来たんじゃない、これ。それが浅草ってことか。あ、新宿。いや、やっぱそうか、そうだよね。て行き先も決まってないのに電車乗ってたん、君たち。俺は浅草に住む男。浅草だと。誰だこれ。どうやら貴様らが機械生物の最終兵器ドリスコルを起動させてしまった。なんで知ってんの。え、覚えているからだ。俺は終焉戦争過去の記憶を。俺の名は吉高。人類で唯一地上の記憶を持つ男。いたの。フォーに記憶を消されなかったやつがいたの。え、もしかして。俺ならドリスコルを止めることができる。何ですって。通信が切れちまった。あの吉高があれなんじゃないの。フォーが愛しちゃった男なんじゃない。浅草へ向かい、久子。フォー、今すぐ浅草へ向かうんだ。私の言葉を信じろ。 Trust me。 まさかあの男がまだ生きていたとは。やっぱりそうなんじゃない。違うのかな。機械人形終焉戦争さえ人間的だったら、なのにこいつの言葉を信用しろっていうのか。貴様らにドリスコルを止める術があるならそれでもいい。私の言葉を信用せずに自らの力だけで奴を倒せるならな。それに彼女は身を投じて久子ちゃんを守ってくれた。今は彼女を信じるしかないわ。久子も久子もフォーを信じたい。フォーは私たち人間を守るためにずっと地上で腐敗生物と機械生物と戦ってくれてたんだよね。フォーがいたから久子たちは生きてこれたんだ。なのに久子は、久子はフォーの言葉を信じなかったら、久子は渋谷のみんなを。久子嘆いている暇はない。今すぐ通信のとこに会いに行くんだ。幼児にして迎え。
へえ。あそこっそ。お、いいね。なんかこの提灯って浅草っぽいよね。最後に行ったのは2年前かな。国家試験のなんか、うわあ、めっちゃセーブ飛ばしちゃった。お、浅草。すごい提灯に浅草って書いてある。なんかあれだね、BGM を和っぽい感じで作られてるね。ああ、だからシャッターつったんで、だいたい右のシャッターはいけないから左から行くのが定石なんだよ。どのステージもそう言ってるのに学習しない男だね、あんたは。あ、これあれだ。文明調査員が仕掛けた爆弾じゃない？地上にはドリュースコール、地下には文明調査員。どこにも仲間がいない状況から唯一の頼りが謎の通信の男とはな。その男を頼るしかないんだ。行こう、下水道へ。強いのかな。いや、全然戦えなくはないね。ただちょっと動きが早いか、歩き方がちょっと早いよねこれね。いや、ここにも眉いるか。オッケー、いいよ。あ、こういう感じのステージか。ただでは進めませんよみたいなね。あー、このねえ、ねえ、液ぐちゃぐちゃくんだ。これが行った後に追いかけるのがベストでしょう。そういうことはしちゃいけませんよ。君も元人間だったらわかるでしょ。あ、死ぬわけじゃないんだね。うわ、怖っ。あれがある中で戦いっていうのか。このパーツって言ってたけど、何、なんかいいパーツなの今の。あれはマジでカエルの卵なんだよね。なんか自分たちから死人に行ってるけど大丈夫。 OK、 危ないって言いながら食らっていく。危なくないね、むしろ危なくないね。よし、雲の糸が、草川龍之介のびっくりなこの雲の糸だよ。何げ HP が1っていうね。うわ、雲じゃん。そしたら雲じゃん。うわー、まあそうだよね。で、ここを乗り越えて、とりあえず最初の記憶してまでたどり着きたい。よし、そうこの雲集団を。多いな、雲だらけじゃないか。急に HP 結構残していけたわ。それにしても通信のとこ、地上の記憶を全て覚えているという言葉が気になる。そうなんだよね。あ、え、唯一記憶を消せなかった男がいた。今回の通信は多分だがその男だろう。フォーちゃんが唯一記憶を消せなかったこと、その男は一体何者なの。本当に純粋に味方として考えていいのか。また難しいもの作りやがって。これもうそうだね、今みたいに無敵時間作っていた方が絶対いいわ。今度は雲か、雲の眉か。今度はいいよ、かかってきなさい、かかってきなさい。ベイビータトゥ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 、ベイビータトゥトゥトゥ、あ、やられちゃう。
あんまりふざけてるでやられちゃう。あー、ちょ待って、やばいやばいやばい、これやばい、これここに閉じこもるね、やばい。あ、やばいやばい、強いんだよな。強いっていうか陰湿、攻撃が陰湿、女子校のいじめっ子の女子みたいくらい陰湿。これは捕まっていけってこと？もう無敵時間使った方がマジで楽だよこれ、多分ノーダメ狙うより。そんなね、このゲームノーダメ縛りとかしてるわけじゃないかな。で、絶対そろそろ来るでしょ、そろそろ来るでしょ。こういうとこだけちゃんと来たよ、クモちゃん、クモちゃん。ウィンスパイダー行きたいな。よし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 、 OK。 おー、危ない危ない危ない。次もう一回来たらちょっと記憶していけなかったらきついな。いけるのかい。あ、いけた、よし、 OK。